チンパンジーの歩む。人間で言えば20代前半の年頃、母親は言葉や数を覚えた有名なアイ。歩むも母親譲りの秀才です。数字の順番早い。ところがここ数年ある悩みが。それは恋。相手は人間で言えばアラフォー世代のパン。若い歩むをまるで相手にしません。それどころか歩むを見るとあからさまに避けました。すっかり傷ついた歩むはただ見つめるだけの切ない片思い。そんな様子をこれまで一方でもお伝えしてきました。まあ、人間でもそうだろうけど、基本的には女性の側の選択、女性の側が男性を選択しているって。ところが最近こんな事件が。喧嘩に巻き込まれたパンを助けに飛び込んだのは歩む。そしてパンの選択とは、チンパンジーの若者、恋と青春の物語。愛知県犬山市にある京都大学霊長類研究所。並んで勉強するのは愛と歩むの親子。歩むは色の名前の勉強。漢字が表す色を答えるんですが、なんだか落ち着きません。席を離れてしまいました。ご褒美のおやつにも目もくれず。実はここ数年あるチンパンジーに恋をしているんですが、今微妙な段階で勉強が手につかないんです。研究プロジェクトのリーダー松沢哲郎先生はそんな歩むを温かく見守り続けています。今ここで一番大切なのは課題をすることじゃなくて、リンゴを食べることじゃなくて、魅力的なパンっていう女性なんだと。魅力的な女性とはこちら。名前はパン。人間で言えばアラフォー世代で一児の母です。チンパンジーは成熟した大人がモテるんだそうです。始まりは3年前の秋。アイムは人間で言えば高校生ぐらいの年でした。パンが歩いていると、アイムが前に出て誘います。するとパンはすかさず U ターン。あからさまに避ける態度。実はこの頃、こんな出来事があったんです。熱い視線を送るアイムと、ちょっと戸惑い気味のパン。割って入ったのはパンの娘です。歩むに毛づくろいをするふりをしてお母さんから話しました。すると歩むは暴れてパンの娘を脅しています。恋の邪魔をされ思わず暴走してしまいました。これでますますパンにそっぽを向かれる羽目に。この頃の歩むにはもう一つ青春の悩みがありました。お父さんのアキラ、歩むたちの群れのリーダーです。アキラがタワーのてっぺんに向かいました。足を踏み鳴らし大きな声を出してたくましさをみんなに見せているんです。その後アキラが近づくと
別のタワーにいた仲間が頭を下げました。チンパンジー流の尊敬の挨拶です。アキラは群れの全員から挨拶をされます。アユムにはそんなアキラが憧れであり目標でもありました。自分でも大きな声を出してみますが、誰も挨拶をしないばかりか、アユムを避けています。実はこの頃、アユムは力を見せようとするあまり暴走を繰り返していたんです。一方、アキラの周りにはいつもみんなが集まって毛繕いの輪ができます。アイもアキラが大好き。アキラはたくましいだけでなく優しさもあり、みんなから慕われています。毛繕いはそんな優しい気持ちや親しみを伝えるための大切なスキンシップなんです。その毛繕いの輪にも歩は入れません。素直になれない難しい年頃、人間の思春期と同じなんですね。次の夏、歩の青春をさらに厳しくする事件が起きました。パンが雨宿りをしている歩の近くを通り過ぎようとした時のこと。イライラして隣にいた誰かを叩いてしまいました。なんと相手はお父さんのアキラ。怒ってアイムを追いかけます。そこへ駆けつけたのはアイ。もちろんアキラの応援です。みんなに追われて逃げる歩む。その先にいたのはパン。関わりたくないという態度。歩む八方塞がり。恋も両親との関係もなかなかうまくいきません。それから1年、歩むは相変わらず力で押す作戦を続けていました。この日、アイムが突っかかった相手はお母さんのアイ。またもみんなに囲まれて絶体絶命。アイが向かってきます。ついに対決か。あら、今のはボディータッチでアイムをなだめました。お母さん、さすがです。アイムの振る舞いに変化が見え始めたのはこの頃です。自分から仲間のところへ行って毛繕い。力だけではダメだと分かってきたんでしょうか。今年の春、堂々と歩くアイムに駆け寄って尊敬の挨拶をしたのはアイ。みんなの前で一人前に扱ってもらえたんです。仲間たちも自然とアイムの周りに集まってくるようになりました。アイムの腕を毛繕いしているのはパンの娘です。でもまだ肝心のパンはアイムの近くには来ません。そして夏、決定的な出来事が。アキラに追われているのはパン。何かの理由でアキラを怒らせてしまったようです。パンの悲鳴を聞いて駆けつけるアイム。でも相手はお父さんのアキラ。ついにパンを助けに飛び込みました。
騒ぎを聞きつけ愛が来ました。また両親にやり込められるいつものパターン。でもどこか今までとは様子が違います。歩に余裕があるんです。歩が逃げるのをやめました。すると今度はアキラが愛に助けを求めています。いつの間にか歩の立場が強くなっていました。この光景、パンの目にはどう映ったでしょうか。パンの後をぴったりとついてゆく歩。もうパンが嫌がる様子はありません。チンパンジーの側に、まあ、人間でもそうだろうけど、基本的には女性の側の選択、女性の側が男性を選択している。群れとしての自然な暮らしの中で自然に次の世代が生まれることを願ってます。最近ではパンの方から歩に近づき毛繕いに誘う姿も見られるようになりました。歩も優しく答えます。3年越しの恋が優しくて頼りになる大人へと成長させてくれたんです。この調子で早くパパになれるといいですね。